はい、どうもブロです。今回は DIY でミニオンを作っていきたいと思います。いつもはですね、溶接の技術提供チャンネルなんですが、たまにこんなのもいいかなと思って撮影してみました。まずは鋼材を切断していきます。長さはだいたい300ミリぐらいでやっていきます。続いて目の部分を2つ切っていきます。バリが出てるのでちょっと端部を削ります。このままでは溶接できないので、ちょっと型を作って毛がいていきます。映像では先に毛がいちゃってますが、材料が動かないように先に点付けしてからやった方がいいです。点付けしてから両側を毛がいてガスで切断していきます。ガスはアセチレンと酸素を組み合わせたものになります。圧力はだいたい 2,3 キロ上がってれば大丈夫です。切り終わったら一旦水で冷やして冷ましていきます。めちゃめちゃ熱くなっているので、水で冷まさないと15分くらい放置しないと触れないです。冷ました後はグラインダーで平らにならします。一回合わせてみて、だいたい溶接ができるぐらいだったら多少隙間空いても問題ないです。ミニオンってこのゴーグルの縁にボルトみたいのついてるんですよね。でそれを真似して穴開けていきます。このポンチング作業をしないとドリルが滑って穴開けられません。目をどうしようか考えてるんですけど、これじゃちょっと立体感が出ないので、ちょっと考えながら別の作業をします。ショットブラスト加工は錆を簡単に落とすことができます。それでですね、頭を開閉できるようにしたいんですが、真ん中のナット2つは溶接を頭にしてはいけません。両端のナットは隙間が空いているので、6ミリ棒ぐらいのもので延長して仮付けします。だいたいこんな感じですね。一応開閉して確認します。良ければ本付けといらない部分をグラインダーで切っていきます。続いて足の部分を製作していきます。毛がくときは L 字のものに乗せて毛がくとやりやすいです。真っ二つにして割ります。で箱にしたいので、鉄板に合わせて毛がいて切っていきます。鉄板は 1.6 ミリぐらいのがいいです。 2.3、3.2 となるとちょっと重たくなるので、だいたいこんな感じですね。端部の方も切っていきます。なるべくですね、毛がきに合わせてきれいに切った方が後で削る作業が楽になります。溶接電流はですね、だいたい80から100ぐらいで、まあ溶接できると思います。あまり100、230とか上げていくと、おそらく溶接初心者がやると抜けたりするんじゃないかなと思います。今回の DIY ですね、100ボルトの溶接機でも全然溶接できると思います。足のつま先部分はまっすぐに切らさってると面白くないので、ちょっと斜めに切って加工します。切り終わったら板をつけて溶接して仕上げます。で続いて足と腕を製作したいので、まあ雑品拾ってきたんですけど、これを切断してペンキを剥がすためにショットブラスト加工をします。溶接ができるように加工しないとこのようにすいちゃうんで、グラインダーで加工していきます。あまりこういうのやったことない人は、まずちょっとずつ削って何回もちょっと合わせてみたりするといいと思います。だいたいいい感じですね。続いて足がまっすぐだと面白くないので、関節を作っていきたいと思います。点付けして角度調整します。関節位置を決めます。まずグラインダーで切るんですが、切り落とさないようにやった方が角度が微調整できます。こんな感じですね。角度が決まったらこれを本溶接していきます。で溶接面が空いている場合は、80アンペアぐらいで切りながら溶接すると穴開かないでうまく溶接できると思います。
膝の部分はグラインダーで仕上げるので溶接が多少汚くても問題ありません。続いて目を取り付けていきます。だいたいですねボルト式長板の真ん前に来るように仮付けします。でこれちょっとやらかしちゃったんですが、ゴーグルの中に座金を入れるんですけど、表から溶接すると見た目悪くなるので一旦剥がして裏から溶接します。手でつかめない部品はこのように丸棒を溶接してやると作業がしやすくなります。大体3点4点ぐらい仮付けしてれば取れないと思います。見た目を良くするにはなるべく座金を目の奥にすることで立体感を出せます。仮付けしていきます。続いて 4mm のビスを打っていきます。ビスは打ち込んだらもう一度抜き、先っちょをちょっと切断してからもう一回入れ直しています。大体こんな感じですね。続いて目の縁をつけていきます。これをつけることでさらに立体感出せます。終わりましたら本溶接をしていきます。続いて口を製作していくんですが、フリーハンドじゃうまく描けないのでまた厚紙に型を作ります。でカッターで切ってからこれを本体に合わせます。ちょっと一度描いてみて、どんなもんかちょっと一回見てみます。ちょっと上すぎる気もするのでちょっと下にずらして描き直しました。で続いてここをまたガスで切っていきます。今切っている部分はこのまま使うものなのでなるべく綺麗に切れるように心がけます。続いて刃も取り付けたいので余った鋼材でもう1枚同じく切り、刃の感じを毛がいてグラインダーで切っていきます。羨ましい歯並びですね場所を固定しながら上から溶接します。で続いて目も穴開けてみます。穴開けながらちょっと笑っちゃいました。でこのミニオンは焚き火でも使えるようにしたいので、ちょっと薪を乗っけられるようにエキスパンドメタルを毛がいてくり抜きます。ぴったり切ると隙間がないので溶接もしやすくなります。で蓋が勝手に開かないように口のロックピンを考えてるんですが、ちょっと傷っぽくなるように絵を描いてみました。長板は100均の長板です。ちょっとパイプに合わせて曲げてあります。100均の長板ちょっと薄すぎて壊れるかもしれないんですけど、ちょっと買ってくるのがめんどくさいんでこのままやっちゃいます。で本付けする前には必ずこのようにちょっと開閉してみて確認してから本付けした方がいいと思います。結構やってたらずれちゃったりするもんなんですよね。さっきの続きで口開閉ロックピンを製作していくんですが、ボルトが通るくらいの穴を開けていきます。絵に描いた通りのサイズに鉄を切って加工して溶接していきます。ボルトで固定していきます。ボルトナットは蝶ネジになっているタイプを使うといいです。本体外側に蝶ネジになるように取り付けます。この映像にある蝶ネジなんですけど鉄じゃなかったです。ちょっと別なものを作り直しました。で、まっすぐなのでパイプに合わせてガスでちょっと曲げていきます。曲げすぎ厳禁です。曲げすぎると
ロックピンが動かなくなってしまいます。だいたいいい感じですね。蓋が勝手に開かないようになりました。続いて下半身部分を取り付けていきます。足の長さを決めていきます。足の幅などを合わせて動かないように固定しちゃいます。だいたい目で見て足の長さこんなもんかなってとこで印つけて切っていきます。で、一回この上に本体を乗せてみたら、だいぶパイプを斜めに切んないと溶接できないですね。と加工していきます。で、乗っけてみて、まあいい塩梅だったら仮付けしちゃいます。多少の隙間は溶接でごまかした方が早いです。合わせるの激ムズなので。だいたいいい感じですね。下半身を本溶接していきます。で、重心がちょっと後ろになっちゃってたんで、足をちょっと延長します。ペグも打ち込めるように穴も開けました。続いて七輪としても使えるように炭を乗っける台を作ってるんですが、このワイヤーをですねくくりつけてエキスパンドメタルを乗せます。続いて腕を製作していきます。これはもうちょっとどんな感じの腕にしようか、ちょっと自分でも試行錯誤しながらこれだっていう感じにイメージをして形にしていきます。続いて指はですね、トービルの鉄筋で指先を叩いて丸くしていきます。叩くときは金式やこういうレールの上で叩くと硬いので潰れやすくなります。こんな感じですね。ちょっと指を曲げてみたりしても面白いと思います。中指は長めに切りました。手首はナットを取り付けます。指を取り付けていきます。自分のしたい角度に合わせて取り付けていきます。だいたい自分が思った通りにいい感じになってきました。決まったら本溶接していきます。もう片方の腕は取り外し可能にしたいので、ちょっとこの腕にナットをつけていきます。ナットとボルトの部分を溶接しないように注意して溶接していきます。と言いながら穴の方にちょっと溶接しちゃったのでタップを切りました。続いて本体にガスで穴を開けていきます。で、ボルトを中から溶接して長い部分は切っていきます。この切るときですね、腕を上げたときに締まる長さにしたかったので、それはちょっと微調整しないといけません。ちょっと難しいかもしれません。で、指を取り付けていきます。続いてゴーグルの部分の袋ナットを取り付けていきます。続いてバンドの部分なんですが、これ 1.6 ミリかなぐらいの厚さなんですが、まず片側から溶接して、ちょっと力ずくでボディに合わせて曲げて仮付けしていきます。紙の部品は6ミリ棒の700だったかな。これ被覆剤を剥がして頭の形に合わせて曲げていきます。で、本体を磨き入れします。股の中心にナットを取り付けて、この頬杖をねじ込んでいきます。いい感じですね。オーバーオールの腰部分を取り付けていきます。先ほどのゴーグルのバンドのとこと同じ要領ですね。で、力ずくで最後止めていきます。で、オーバーオールの肩部分の取り付け、口の開閉に邪魔にならないように取り付けます。大体こんな感じですね。
で反対側も取り付けます。で長い部分は後で切ります。やった！いやー、達成感半端じゃないです。ものづくりってめちゃめちゃ楽しいです。タバコ加えさせたいがためにこの腕の角度にしました。ワイルドでしょ。焼肉もできます。焚き火もできちゃいます。これキャップで使ったらめちゃくちゃ目立ちますね。腕も回ります。ライトアップもできます。しゃくれてるぜ。専用木箱も作りました。次回は SA3V をフラックス入りワイヤーで溶接します。若い方にもものづくりに興味を持ってもらうためにたまに DIY やることにします。ご視聴ありがとうございました。